こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は JR 西日本赤穂線佐古市駅周辺を歩きます。よろしくお願いします。まずは駅の前なんですけども、ご覧のようにね、かなり立派なロータリーが整備されています。いやー、小さい駅の割にはね、立派ですよね。平均乗車人員は隣の西相生駅よりも下なんですけどね。いやー、かなり立派なロータリー。そしてそれよりも目立つのはこの、山ですよね。いや、天気もいいせいもあってね、この山の緑が映えてますよね。いやー、かなり綺麗で、これね、感動しました。さあ、それではね、駅に近づいていきます。こちら駅舎、小さいのがありますけども、実はね、もう少し大きい駅舎だったようで、こちらにはねバス停もありますけど、もうちょっとこのバス停の後ろもね駅舎があったみたいですね。で、こちら側には駐車場がかなり大きいのがね整備されてまして、お客さんの流れを見てると、列車を降りている方がこちらの駐車場へねちらほら歩いていって、車に乗って帰っているというような感じを見ることができました。いや、本当ね、この駅舎の隣、かなり広い空き地が空いてますよね。こういうのってね、昔貨物船があったとか、そんなんなんでしょと思ったんですけど、やっぱりそのようですね。こちらには地図もありました。佐古市駅から佐古市湾まで、だいたいこちら駅があるんですけどね、直線距離で 1.5 キロぐらいのようですね。まあそんなに遠くないですね。まあ歩いたらちょっとかかるのかなという感じなんですけど、海へ行くこともできます。さあ、それではね、佐古市駅入っていくことにしましょう。駅舎はね、かなり小さい感じ、外側はねちょっとボロボロといった感じもするんですけども、中はね結構綺麗に整備されていました。こちらには路線図と時刻表があります。今回はね、赤穂線を訪問しているんですけども、隣は播州赤穂駅といった感じですね。時刻表は1時間に2本といった感じになっています。まあ1時間に2本なら、個人的にはまあ一応ギリギリ OK という感じですね。で、この駅業務委託駅ということで、私が訪問した時間帯は係員さんがねいましたんで、ご覧のようにね18切符を見せて、通ってますけど、朝晩とか無人の時間帯もあるようですね。ちゃんとね、イコカの使える自動改札機もありますよ。で、改札を抜けるとね、こう広い部分がありますよね。こういうのって大概ね、昔ここに線路があったんじゃないとかね思ってしまうんですけども、どうやらこの駅舎の播州赤穂寄りの方向には貨物の引き込み線があったようですね。ホームは結構長いホームですよね、これね。向こう側も住宅地です。ホームの先端まで来ました。この辺りトンネルを抜けたところからはね、直線で佐古市駅へ向かってきますね。ホームの中心までね戻っていきました。駅舎とホームが離れているこういう感じもね、なかなかいいなぁと思いますね。ホームの真ん中にはね、まあ一応旅客母屋がありました。非常に小さくてね、まあなかなか年季の入った感じで、しかもちょっとね背が低いところがあってね、私の身長だとね、頭ぶつけるような感じでしたね。まあベンチもあるんでね、一応日よけにはなるかもしれませんね。いや、しかし本当年季入ってますよね、これ、かなり昔からあるんでしょうか。さあ、ホームのね先端まで来ました。こちらは播州赤穂方向になります。こちら駐車場があったりするあたりには、昔貨物の引き込み線があったような土地になりますね。こちら側ですね。さあ、それではね、今回は JR 西日本赤穂線佐古市駅周辺を歩きました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。